流泉寺は、愛知県名古屋市森山区流泉寺にある、天台宗の寺院。松堂山大公院と合する。また、流泉寺とも表記される。名古屋城を鎮護する、尾張四観音の一つ。尾張三十三観音霊城の第二十五番札所である。本尊は、馬頭、観音。社石宗によれば、尾張流泉寺は、竜王が、人世のうちに造立した寺で、 馬頭観音が出た池の跡が見えるとされている。これを原型としたと思われる、流泉寺危機には、延暦年間に、伝行大司最長が、厚田神宮山老中に、竜神のお告げを受け、たたら地藩で経文を唱えると、池から竜が昇天すると同時に、馬頭観音が出現したので、これを本尊として祀ったのが回帰とされている。一方、工房大師空海も、 厚田神宮山老中に厚田の八剣のうち三剣をこの流泉寺に埋納したと言われ、これより流泉寺は厚田の奥の院とされてきた。流泉寺は庄内川を望む高台にあり、庄内川、崖、湿地に囲まれた要害の地であって、農備平野を一望できるため、古くから戦闘の際には軍事的価値を認められて、陣を置かれることが多かった。治2年、 織田信之が城を築いたと言われ、永禄三年の桶狭間の戦いの前には、清洲城北東方面の防衛線を築くために、織田信長が一体を、流線寺に派遣している。天正十二年の小牧、長久手の戦いの際には、小畑城に進出した、徳川家康を撃つべく橋場秀吉が陣を張ったが、秀吉が退却するときに放火されて、建物が消失した。慶長三年に、 近辺の寺院密造院の僧侶修順によって再興されたが、明治39年2月に再び放火され、多方島、二王門、首郎を除くすべてが消失した。その焼け跡から、慶長大番切れ2枚、慶長小番98枚の入った小番容器が発掘され、これが基金となって本堂が再建されたというエピソードがある。多方島は、 明治28年に建造されたものである。常実のように、終わりの歴史上、流泉寺は何度か軍事施設として使われたこともあり、流泉寺城とされることもある。現在でも、境内の周囲の一部には、空堀状の跡が残されているほか、境内裏側の日本庭園の横には三層の模擬天守が建てられている。これは、重要文化財の木造地蔵菩薩像や、 円空仏などを所有する宝物館を兼ねている愛知県の塔ありがとうございます。